はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もポケモンハートゴールドをプレイしていきます。はい、前回ですね、初のライバル戦も勝って、そしてこの小金石に着いたんで、はい、今回はここから始めていきましょう。で、早速なんだろう、これかな、デパート都市なんだよな。あ、デパートなのかこれ、百貨店。あ、ゲームコーナーもある。地面系いるかな、あれに景品にいるかな。前回のね、虫縛りの時はね、ストライクとかいたんですけど、あれ全然な、入れないな。ちょっと探索するか、ちょっと回復もしないと。なんかね、自転車とかももらえるみたいなんですよね。どこだろう、なんだ、うん、にぎわいの大型都市。はいはい、ここ何、これプレハブか。あ、住んでんだ。この人たちどこで寝てんのこの人たち寝ること考えてるかな。布団もどこに収納してるんだろう。すげえ家だな。その割になんかちゃんとテレビとかあるし、もう飯食うことしか考えてないなこいつら。テレビ見ることと寝ること考えろよあ、これか、これ自転車や、ミラクルサイクル。あ、そうだ、よし。あ、おじいちゃん。はあ、小金に支店を開いたけど自転車全然売れない。どうだろう、君自転車に乗りまくって宣伝してくれない。あ、マジ本当？じゃあ名前と電話番号教えてよ。自転車貸すからさめっちゃいい人っていう自転車貸してくれんの。絶対帰ってこないよ。え、あんの、もう。あ、これか。あ、自転車来た、マジで。あ、登録しとこう。で、使うと。あ、使えないわなるほどなるほど、ありがとう。立地が悪いな、 すげえあれだから。おし、お、初自転車、うわ早い加速して早い。なんだこれ、リニア小金ステーション。あ、電車あるんだ。あ、ロケット団がいる、ラジオ塔。マジで、ちょっとラジオ塔入るか。電波ジャックしようとしてんの、なんかいる。あ、なんか結構あかね、うん、ラジオカードもらえるクイズをやっとる。うん、言うてな、うちももらいに来たんやけど、このクイズめっちゃ難しいやん。あ、マジで、どんなクイズ。はいはい、5問続けて正解するとラジオカードをプレゼント。うん、別に聞きたくないけどね第1問、ポケギアでタウンマップを見られるようにできる、できる、よし正解です。じゃあ第2問、ニドリーナはメスしかいない、いない、よし全部丸じゃない。ボール職人のガンデスさん、材料に使うのはボンゴリじゃなかった。よし、ポケモンコイキングに技マシンは使えない。すげえ難しいすげえ難しいな、使った記憶はないんだよな。はい、よし、あ、マジ、ラスト、人気番組オーキド博士のポケモン講座、お相手はミルクちゃん。いや、知らねえな、知らねえな、ミルクちゃんなんかいたっけ。いいんじゃない、もう誰だよ、じゃあ誰だよ、知らねえよ。同じ問題来るんじゃない同じ問題来た。じゃあ家最後押すか。はい、最後正解して。マジ、ミルクちゃんって誰が相方なの。お、気づいた。いや、バカだろこいつ何回でも挑戦できるかい。どれ、お、え、あいつがジムリーダー、あんなバカなやつがジムリーダー、マジで。ラジオと、あー、なんか、あ、これ以上上がれないんだ。はいはい、何もないのかな。あ、放送してる、放送してんな。あいつがジムリーダーなのか、アカネだったっけ。なるほど。そしてこっちに来ると、なんだこれ、危ないよ。あ、なんだなんだ、血っていうのが見えたけど。あ、恐ろしいポケモンが、やるか。あ、こいつかことね。どうした、この地下通路の奥にドレスアップ屋さんというのがあってね、
そこでは自分のポケモンをアクセサリーで飾り付けて記念の写真を飾っておくことができるの。いらねえよくれんのか、まあ、もらうもんもらっとくけど、まあ、ちょっとそのモンスターしまっとけよ。こっちをねモンスターがちょっと泣いちゃうんでね水モンスター見れて泣いちゃうんで、まあ、芝が泣くだろうが。なになに、え、あ、戦うんだ。あ、マジでポケモントレーナーだったの。なんかヒロアキ大変だな。ヒロアキヤドンか、ヤドン嫌なんだよな。まずちょっと打つけど、どうだ。あ、そんな大した。おー、急所か。よしよし、ここでレベル上げとけと。いや大丈夫だよ、霞だよ。結構食らうな、結構食らっちったわ。まあまあまあ、あれ死んでない。あくび、うわあくびやれた。マジで、霞が死んだらちょっと、またヤドンとか出てきたらやばいよ。え、マジで。やばい、寝ちゃう。どうなる？ポケモンの笛ないよな、今。寝ちゃってるよ。そうな聞こえ。これ変えないとな、さすがに攻撃力下がりすぎてる。よし、あ、水鉄砲でよかったか。あ、でもマッチショップってあれか。特殊、どっちも特殊だから別に攻撃関係ないんだ。よし。またヤドン。いや、ヤドンだったら霞だな、やっぱり。ヤドン強いよ。ヤドンが強いよ。他のやつはもう泣いちゃうからな。水鉄砲で。意味ないって。こいつがバカでよかったな。これ多分、水鉄砲連発されてたらやばかったぞ。ヤドン強い。こういう水系でなんか、防御力が高いやつは、すげえ苦手かもな。霞しかいないっていう。よし。もう変えてもいいんだけど。寝ないで。そうそう寝るかな。あー、一旦後に寝るんだったっけ。確定じゃなかった気がしたんだけど。また待つか。てか寝たら回復してほしいよな。1ぐらいは回復するだろう。鳴き声ね。水っぽう。よし。さすがに死ぬだろう。いまいちやけど。よしよし。さて、あ、ここ進んでいくのかな。ジムリーダー戦はどうなってんだろう。こいつも絶対戦ってくるでしょ。君、ポケモンの相性考えてる？うん。あ、そうですね。あ、そうそう。ちょっとね、コメント欄の方でも、そろそろあの、タイプのことを覚えてくださいっていうコメントあったんですけど、いや、申し訳ない。今回からはね、ちょっと、相性表もね、見つつやっていきたいなと思いますので、はい。いや、今までひどすぎたもんな。でもね、ポケモン結構あの、バージョンによって若干変わったりするんで難しいですよね。まあ、それは言い訳に過ぎないけど。たけし、あ、こい、待てよ。ここで参考にしよう。電気鋼だから、あー、水いけるか。え、こいつ冬なかったっけ？冬ないんだったっけ？ちょっと特性までわからん。特性も変わるんだよな。あ、いけるか。よし。あ、いい。霞いいわ、やっぱ。万能だ、万能。よし。ビリー玉。あ、ここら辺だったら。あ、でもこいつらあんまりあれだからな。特攻とか上がったら困るんで。霞でいくか。ハゲ。ハゲ食らうんだろ、これ。素晴らしい高いな、やっぱ。よし。電気系得意。電気系は得意だよ。まずちょっと。よしよし。霞強い。オッケーオッケー。ビリー玉を倒して。うわ、汚ねえ声だな。ビリー玉の声が汚ねえな。よし。叩きつける？あ、マジで。初の物理技。どんなんだったっけ？威力80もあんだ。75か。泥遊びいらないかな。とりあえず、持っといて損はないと思う。よし。またコイルか。コイルはもうマッドショットでいくよ。
ちょっと水鉄砲にしよっか。あんまり使いすぎるとこれ大丈夫でしょう。うん、あ、よかったよかった。相性表なかったやっぱこれいまいちと思っちゃってたな。なるほど、難しい。鋼はね結構耐性あるんで難しい。あれですよね、攻めるのが。格闘か地面かみたいな感じだったっけな。で、コイル、よし。あと炎か。ここも水鉄砲で。やっぱ電気系は素早さ高いな。レベルは全然勝ってるんだけど初手で負けてる。よし、水鉄砲。はい、じゃあこんな感じで進んでいくか。なんか言いたいことある？あ、いた、あった、あった。いや、なんか変なポケモンをラジコンで操作してんのか。あ、で、これ？あー、ドレスアップすんだ。ん、やらない。なんか、ヒゲのおじさんたちが嫌だからやらない。こっちかな？なんかすげえいるな。あ、コインケース。あ、そうそう、これが欲しかったですね。うん、じゃあ、とりあえず帰るか。コインケースも拾ったんで。はい。そしてこれですね。これも忘れた。ブルーカード。これを貯めたいのか。なるほど。じゃあ、ジムリーダー行きましょう。はい、ここですね。リーダー、金。さっきのやつ。さっきのバカ。あれなんだ、これ。フラワーショップ、ここがね、ああ。それは後でいいか。え？なんか、花、草系かな？あ、え？ノーマルタイプ？格闘タイプ？たけし？岩砕き？岩砕きかな。すげえなんか、あー結構いるな。どうなってんの？何これ。何これ、こっち、何こっち。あ、こっから入るんだ。上からの道もあるな。上からちょっと戦ってみるか。可愛いトレーナーね。お姉さん気に入っちゃった。いや、犯罪の匂いがするな、お姉さん。こっち子供でしょ。結構なお姉さんだな。おたち、あ、楽勝じゃない。いや、こいつらノーマルタイプはめちゃめちゃ強いよ。ぶっちゃけノーマルタイプにはもうブイブイ言わせてるねえ。もう破竹の勢いでいくんじゃないこれ。いけいけーって。来たぞ獲物がーってなってんじゃないこれ。俺に任せろーって全員言ってる可能性あるかな。いや、これね、まあ、前回のアリゲイツが出てきた時はもうどうぞどうぞでしたけどね。どうぞどうぞとみんなで譲り合いの精神で言ってたけど、もうノーマルタイプになったら俺に任せろと、俺に任せろと、バイタケシ。こいつらこれ行くだろうな。めちゃめちゃ強い。めちゃめちゃ強いぞ。おい、素早さ勝ってんじゃない。もう音と行きやがれ。これ荒らしちゃうな。これこいつら荒らしちゃうな。よし、ガンガン行こう、ガンガン。ちなみにこっちはこうやって降りるんだ。近道だな。でもないか。あ、繋がってるわ。意味がね、意味ね、ここ。じゃあ次こいつ、ザコでしょ。本気で来ないときついのお見舞いしちゃうわよ。お姉さんしかいないのここ。でもノーマルでしょ。やす、やす、おら、たけし、これたけし半端ないわ。猫に小葉、うわ、拾わないと。拾わないと、拾わないと。お金くれんのかな、ありがとう。岩砕き、岩砕き活躍してんな。これでしょ。あれ、3目やってる。大丈夫かな。ノーマルタイプには、タイプには滅法つ。いや、もう、多分たけしとは、マジで。自爆？200とかあるぞ。え、マジでこれ、岩砕き消したいな。マグニチュードいるし、岩落としもいるし。いや、ロックカットも絶対いると思うんだよな。いらないかな。誰が被ってる。
まあ岩のやつはたけしじゃなくて柴にやってもらうか。あ、岩のやつはもう柴にやってもらうわ。柴に任せとこう。200ですからね、200。とんでもない打点を稼ぎ出すと思う。よし、ニャース。6だっけ。たけしのレベルがすげえ上がりそうだな、今回。もうノーマルタイプはボコボコ。でも使えてんだよな、岩砕きも。やっぱ格闘系も結構汎用性があるから。もっと来たいんだけど、いつか忘れさせないとダメだな。まあ、技忘れおじさんが来たとき。行くか。じゃあ他も適当に倒しておきます。はい、ということでね、他のやつ倒してここまで来ました。で、現状ですね。ポケモンこんな感じですね。ちゃんとポケモンセンターで回復させて、みんないい感じで。よし、なんかセクハラしてるみたいな絵になってるけど大丈夫かな。上から撮ってるんでね。はい、内川かねちゃん、あんたさっきラジオ塔におった人、トレーナーさんやったんやね。みんなポケモンしてるやん。うちも始めたらもうめっちゃ可愛いって。それでリーダーになれんの？え、うちに挑戦するの？言うとくけどうちめっちゃ強いで。あ、マジで？え、ノーマルでしょ？ノーマル&格闘とかじゃないよな。あ、めっちゃ元気、めっちゃ元気だぞこいつ。絶対勝ったわ。もうこれね、あいつらが出陣みたいな総攻撃みたいになってるかな今。いやー、これでね、でも格闘ポケモンとか出てきたら撤退ってありますからね。何これ、なんじゃこりゃ。マティスが一発でいったぞ。流星群ってドラゴンの後だよな。マジでこいつ、いやまだまだ控えてる。あいつらは任せなさいと。頑張れかすみ。いや、なんだこれ、うわ強い。指を振る強い。マジでこれ撤退かもな。バブル光線出てくんの、指を振るって。もうそれ確率によっては全滅するぞ。こっちも大変なことになんぞお前。なんだもの前って、マジで。強い。思ったより強いぞこいつら。なんじゃこりゃ。神通力、うわ変幻自在だこれ。マジで強い。お願いします、先生お願いします。おい、バブル光線出すなよマジで。神通力までにしとけよ。もうめっちゃ元気だったのに、戦う前めっちゃ元気だったのに。おーしよしよしよし、今もうしなしなですよ。おじいちゃんですよ。うわー、くそ、己のタイプなのに。これ以上下げないで。マグニチュードいくか。マジで、あいつらがせっかく蹴ったのに。7、いいよ7。あ、強い強い。でも弱くだけで。マグニチュードの方が強い。うわ強い、負けるかも。あ、でもそんなに食らわない、攻撃力ないんだ。よし、あとはマグニチュードで。マジでこんな強かったの。指を振る、めちゃめちゃ強い。こいつすごいわ、こいつすごいわ。7、ここ7いらないんだけどな。ようやくね、ようやく。よし、もう自爆するぞ。あんまり追い詰めると。ミルタンク出陣。あ、シバ使ったらよかったな。シバ今回1回も出てないから。シバ使うか。もう2匹しかいないだろお前、そんなにいないのに。お前あんまり刺激するとなんだなんだ、お前ごときにメロメロに なってる。こいつごときに。もうダメだダメだお前、そんな色ボケしてるやつは。お願いします、兄貴。兄貴はまあメロメロ食らいませんからね多分。硬派なんで、相当硬派なんで。よし、お前これでも食らえ、嫌な音。嫌われるだろうな。
わあマジで、すげえ女子から嫌われてんだろうな千葉兄貴。ははは、情けない。な、喜んでんのかお前見つけられて。踏みつけられてメロメロになった。いやもうこいつダメだわ。やばいぞこれ、マジでやばい、やばくない。あ、よかったよかった、さすが兄貴、勝って、メロメロにも勝って、岩石封じ。モテない男の岩石封じ。よし、いけるだろう。よし、あ、マジで。そうなんだ、岩石封じ、命中率微妙なんだよな。兄貴、兄貴が、兄貴が死んじゃう。これ治ってんのかな。まずいよ、兄貴。兄貴、まずいよ。こいつら、ほんと。メスが良かったか。いい傷薬、いい傷薬、負けそうだぞマジで。あんなに元気だったのに戦う前は、いや、くせ者だなこれ、すげえくせ者だわ。うん、ちょっと一発でどうせ倒せないか、もう一丁嫌な音、最悪ね、最悪他のやつらが倒せるようにしとかないと。ナイスナイス、嫌な音。いいぞ岩石封じ、半分くらいいくんじゃない、2回もやったら。出してよ、これ入れ替えたら解けんのかな。よし、ナイス、怒りの岩石封じ。あ、そんなにこれはね、そんなに強くないっていう、岩落としていくか。いいぞ、メロメロついな、何だミルク飲みって。マジで変えてみよう、変えてみよう、これやばいやばい。たけしメロメロになってるかな、まだメロメロかな。今一つ岩砕き、強いな踏みつけ。あ、あ、消えてる消えてる、よかった。でも死んじゃうよ多分。天さんさようなら。天さんさよなら。その前に死んだ。もう天さんさよならさえしてもらえないっていうね、ダメなチャオズ、自爆さえできねえ。んー、芝居っとくか、芝居っとこう。よし、岩年いいぞ。あ、メロメロ大丈夫だな。ミルク飲みよ、いつまで持つかな、いつまで持つかな。めっちゃ回復するんだけど。もう一回、もう一回やっていこうこれ。あ、マジで強い強い。正直めちゃめちゃ苦戦してる。おお、いつか死ぬからな、一発か、マジか、勝てるこれ、やばくない。いや、嫌な音打つよ、やばいこれ、やばい、うわ強い。メスモンスターいなかったっけ、うちに。いいね。すげえ男くせえあれになってる、岩落とし、いや岩落としで急所。くそ、あと6ターン、うわ急所きた。2回に1回は行ってるから、よし急所、急所でこい。いや、あと一発なんだけど、うー苦しい、いけ、いくしかない、ふわふわ、無理かも、負けるかも、回復がない、2連続で出さないとダメだ。よし、これも 100% 当たるわけじゃないよな。あ、2連続で無理じゃない、ミルク飲みしてくるのか知らないけど。急所急所、よしマジ、あ、急所なくても、すげえ強かったわ。すげえ強かった、マジか。
女に弱いなこいつら女にすげえ弱いわ、免疫がないから。ワンワン、グッソンヒックひどいわ、ふざけんなよお前。え、これだけバッチョ、おいふざけんなよ、ハゲもいるんだぞこっちは、女に強いハゲねこいつ控えてんだぞ、ふざけんなよ。あ、そうだよなそうだよな、ああ、あかねちゃん泣かしちゃったのね、大丈夫、しばらくしたら泣き止むから、負けるといつも泣いちゃうのよ、ナイツリーダーにすんなよ。グスン、何まだなんかあんの、あ、バッチ、ごめん忘れてた、はい、レギュラーバッチふざけてんなこんなやつがリーダーとか。うん、あ、怪力扱い、怪力ないけどな、45、あ、メロメロか、強いなメロメロ。ん、自然公園の隣にポケスロンいう競技がオープンした、はいはい、うまいかな、メロメロいけるかな、メロメロこれ強そう、いつか助けてくれる時があるかも、めちゃめちゃ強かったわ。あ、みんないけんだ、あ、誰でも覚えられるんだこれ、はいはいはい、なるほどね、なるほど、こういう戦い方もあるな。はい、ということでね、今回はこのノーマルタイプのリーダー、いやまさかだね、まさかこんなに苦戦すると思わなかったですけど、いや意外にやっぱいろんな戦い方があるな。はい、まあ、これはねやっぱ今後こいつらも学んでいかないといけないと思うんで、まあメロメロにしてね敵を今後倒していくっていうこともあるかもしれませんね。はい、ということでね、また次回の方もお楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役に繋がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。